ヨハン・ゴットロブ・ティーナス、シュナイダー・ヨハン・ゴットロープ・テアイヌス・シュナイダーは、ドイツの古典学者、博物学者である、ザクセン公国のコルムで生まれた。1774年にクリスティアン・ゴットロープ、ハイネの推薦で、シュトラースブルクの有名な学者、リシャール・フランソワ・ブルンクの秘書を務めた。1811年に、ブレスラウ大学の古典語と、修辞法の教授、1816年から、 主任司書となった。多くの著書を表したが、最も重要なのは、ギリシャ・ドイツ五十四五章時点で、16世紀のフランスの学者、ステファヌスの思想ラス・リングウェイ・ラティネから独立した作品で、後のフランツ・パスソーのオパスキアロ・アカデミカや多くのギリシャ語研究の基礎となった。科学や博物学の分野での言葉の定義に貢献し、 多くの博物学者の文献や著書に興味を持った。1801年に当時、魚類に関する重要な目録であるマルクス・エリエゼルブロッホの110の画像付け分類魚類学の改訂版を出版し、完成版を出版した。魚類だけでなく、古生物や亀などの爬虫類と両生類もシュナイガー自身で記載した。ヘリグロヒキガイルや、 アメリカアマガエルを1799年に記載したことで知られる。ありがとうございます。